女子高生が自分らしく生きるコミュニティ、今ここについてプレゼンします。私はゼロ校に入ってから、なんか時間が余って、自分のやりたいことがわからなくなって行動できずにいました。そんな時にゼロ高生の先輩の方が行動するきっかけをくれて、HIU の合宿で実行委員をやってイベントの企画をしたり、あとはゼロ校に TikTok 部というのがあるんですけど、そこの部長に挑戦して初めて作った動画で1ヶ月で20万再生いくという経験をしました。そこから行動することの楽しさを知りました。そんな楽しさを、行動することの楽しさを知ってほしいということで、女子高生が高校生にしかできない青春のイベントをしながら自分が行動する楽しさを知る場所を提供します。今ここの3つの特徴について説明します。一つ目は LINE で簡単に参加できるということです。そして二つ目、楽しさを共有できる仲間ができるということです。今ここではチャレンジ日記という LINE の中で自分の活動することを投稿したり、ライブ配信したり、ブログを書けるなど、これをすることによって応援してくれる人がいて、自分が行動しやすくなったり、逆に活動してる人がいて、自分がやる気が出たりします。そして様々なグループがあるので、例えば恋バナとか、自分の趣味話したり、自分の夢語ったりできるグループがあるのも特徴です。そして三つ目、みんなで作る青春イベント。今ここでは自分たちでイベントを企画するっていうことをやります。まず修学旅行ですね。修学旅行、皆さんやっぱり先生が決めてそこに行くって感じだと思うんですけど、今ここは自分で行きたい場所とか予算とか、何するかとかを決めて、みんなで楽しいを詰め込んだものができます。そしてスイーツいっぱい食べれるよねっていうことで、スイーツ巡りをしたり、海辺みんなで自転車でもうバーって走って青春っていうものを企画したりしています。そしてこれがなんと月額1000円になります。私が行動する楽しさを知ってほしいっていう思いと、高校生がやっぱり参加しやすい価格にしました。今後については高校生、大学生、20代と自分が年を取るにつれて大きくしていきたいと考えています。堀江さんにお聞きしたいことは、自分の思いでこの価格にしてるんですけど、やっぱり今ここでイベントをどんどん大きくして、自分の行動する楽しさをもっと大きくしていきたいなと考えています。そのためにもっとこのサロンを充実させるためにという意見をお聞きしたいです。よろしくお願いします。ちょいふわっとしてる、何でもできますみたいな、なかなかうまくいかないですよ。僕も HIU とオンラインサロンやってるんだけど、なんかやっぱり何でもできるから、まあなかなかハードル高いですね。やっぱどうしても相場な出来になっちゃうみたいなところがあって、すごく熱量が高い人たちが集まるイベントもあれば、すごくかそってるようなアクティビティもあったりとかするんですね。で、ネオン HIU ってもう一個スラックベースのサロンを作ったんだけど、それはもう商売やってる人限定みたいな、起業家サロンみたいな感じにしたんですよ。そしたら、俺はこっちの方が全然向いてますみたいな、っていう人が結構いて、まあまあ活性化したんですよね。女子高生が集まる女子だけのみたいなのはすごくいいと思うんですけど、もうちょっとなんか絞った方が、具体的なこうイメージがしやすいのかな。値段の問題よりも、実際何をやるの？僕の友達で、日本のオンラインサロンで一番稼いでる、河村真紀子っていう元ゴールドマンサックスの自称バリキャリ女子とかっていうふうな、そんな人入んのとかと思ったんだけど、もちろん僕の信者なんで、彼女は。僕の全部言ってるんですよ。堀江さんが言ってる通りにやりました。でも、ちょっと違うところがあって、例えば、不動産とか好きなんですよ。でも僕は不動産取引とか嫌いだし、つまんねえとか言ったりとかするんですけど、マンション買ったりとか、そのバカなのとか言ったりするんだけど、そういうところでは対立するんだけど、それ以外の考え方はかなり近いんですよ。もう彼女がやってることがめちゃくちゃ明確で分かりやすすぎて、その全国にいる、隠れてる、なかなか地方に行けば行くほど、その稼いでる女性って、じゃあ JC にも入れないし、ロータリークラブにも入れないし、起業家の集まりとかも男性多いし、みたいな感じで、
居場所がないわけ。で、その居場所がオンラインサロンとかができて、でも、すっごい明確なの。美容とか、いろんな美容施術を受けてるから、もう40代後半に差し掛かってるんだけど、めちゃくちゃ、要は30代前半とか、下手すると20代に見えるみたいな感じになってるから、カメラさんみたいに私もできるかも、みたいな。あと、まあなんかそういうお金を、まあまあ稼いでる女子ってなんかすごく美味しいものを食べに行きたいけど、同い年の仲間というか友達で、こんな高い店行けないわ、みたいな人たちばっかだから、でも仲間がいたら行けるよ。要は自分がおごってあげなきゃいけないんですよ。じゃあ付き合ってる男子が、まあ全然サラリーマンで金稼いでなかったら私もおごんなきゃいけないの、みたいな感じも嫌じゃないか。だから、その目線が合う人と一緒に高級なお店に行って、しかも高級なお店って予約枠があるから予約を取らないといけないんで、予約を持ってる人と仲良くなりましょうとか、もう明確なんですよね。あと、シングルマザーだから彼女は、その子育てとかみんな好きなんで、好きで、いろいろ調べるのが好きだから、インターナショナルスクールにはどうやって行ったらいいんでしょうか、どうやったら入れるんでしょうかとか、なんかわかんないけど、具体的に見えるんです。ちょっと楽しさが。河村さんのサロンは1万円なんですよ。だけど全然入ってない。1万人以上。しかも紹介制にしてるんですよ。まずは自分の身内で始めて、紹介がないとかやりますよ。ちょっと古い話になるんですけど、Facebook ってもともとアメリカの東海岸の名門大学、そういうところの SNS だったんですよ、最初。そういう人たちと友達になりたいみたいなので Facebook ってバーンと広がったんだけど、なんか最初はすごく行動してキラキラしてる女子たち数名で始めて、そこでなんか1人につき3人とか5人の紹介枠を与えて、なんかイケてる人だけを紹介していくみたいな、あのなんかサロンに入れたらかっこいいよねっていうようなブランディングをしていかなきゃいけないと思うんですよね。だから具体的にどんどん発信していかなきゃいけないし、このサロンで仲間でこんなキラキラなことやったよみたいなことをどんどん発信していって、入りたいけど入れないっていう状況をいかに作り上げるのか、それがすごく大事だよ。だから結構オープンに中でやってることさらしていいと思うんですけど、だけど入れない、どうやったら入れないか超羨ましいんですけど、ということをやったらいいですか。ありがとうございます。はい、以上になります。